ネです。今日は写真を撮りに、電車の写真を撮りに来ました。今ね、早くも地名、あ、でも写さない方がいいか。あんまりね、ポイントをね、広めるもんじゃないっていうことで、ここがどこかは言いませんが、分かっても言わないでください。それではやってみましょう。ちょっとね、舐めてました。もうね、今、どんぐらい ?40 分前ぐらい。あ、いた。結構人が集まってきて、大変なことになってる。どこを走ってくるの？この線路。本当に？5番目だった。多分この辺があれじゃない？先生が持ってた写真。ビールじゃないみたいだね。ビールじゃないの？ビールじゃないの？美味しいジュースみたいな。あー、すっといくね。うん、唐揚げ？八瀬さんの食と俺が合わないから。ちょっとしょっぱいな。レバーで。あ、本当だ。レバーうまい。な。うん。皆さん、今年 GT 何回行った？1回。え？モテギしか行ってなくない？モテギまだ始まってない。もう2回のモテギ。いやいや。モテギが初 GT じゃない？うん。あれ、もう岡山じゃん。行ってないよ。岡山。あれ、モテギ今年2回やってないっけ？やってない、やってない。じゃあ今年初だよ。え？Z 取ってないの？ん？Z 取ってないよ。取ってない。そうだっけ？だって富士行ってないもん。だって富士がもう嫌になったんだ。何やってんの？釣りしてる。だって今年だったらまだ2匹だから、もう年末を迎えるにはだって、いや、年間2匹釣れば上出来じゃない？だって毎日やってる人だって今年10匹釣ってるかどうかだよ。もう11月になるの。出勤前と会社前と会社後、2時間ぐらいずつやってて。そんな釣れんの？もう俺そんな幻、もうブラックバスは。ブラックバスってもう入れ食いじゃないの？うんうんうん。だからあとはユネさんの鯉とか釣れないのかなって。そう、俺も鯉釣ってもいいの。あのね、鯉はね、パンで釣るっていう方法があるのよ、うん。さあ、2軒目に向かっております。夜の秋葉原って歩いたことないけど、なんかね、場合によっては注意した方がいいエリアもあるみたいで、
どういう店に行くのか楽しみです。ディープな秋葉原、今お店の素性を検索しております。果たして安全な店なんでしょうか。背中痛くなんない。ショルダー、俺も腰の痛みを忘れるぐらい首が痛いんだけど。どうして？3キロ背負って2時間も歩けば。だからさ、俺思うんだけど、背負い方何だよ、どうしたらいいんだ。肩掛けは絶対ダメ。でも俺肩掛け好きなんだ。肩掛けはね、重さ関係ないよ。そうだ、どうするの。メニューだけまとめてきますね。もうだぞ、友達になってるから大丈夫。一生わかるからメニュー。僕と一緒に上等と回ってくれてるのに酒飲めない。いや、初めて秋葉で飲んだわ。寒い、秋葉は寒かったっていうことで。はい、もうすっかり酔っているので酔い顔は映しませんが、まあ今日一日、まあ半日だけど、初でもないか、久々撮り鉄で、まあ、楽しかったですね。また機会があったらやってみたいと思います。それでは、じゃーん。